NHK は25日にネット配信のみを利用する場合の受信料を地上契約と同じ水準で検討していることを衆院総務委員会で明らかにしました。 NHK にネット業務を義務付ける放送法改正案はこの日同委員会で賛成多数で可決されました。 NHK の小池秀夫専務理事は放送法の改正案が成立した場合の契約のあり方について検討中としつつ、衛星放送のネット配信は当面見送ることから、ネット配信のみを利用する場合の受信額は地上契約と同じ水準とする方向で検討していると述べております。受信料を支払っている世帯には新たな負担は生じないことも改めて言及はしているんですが、口座振替やクレジットで受信料を支払っている場合、地上契約は月1100円、改正放送法案は番組のネット配信を放送と同等の必須業務に格上げする。テレビを持たない人でも料金を払えばスマートフォンなどで放送番組を見られるようになります。必須業務化されるネット配信は同時配信のほか見逃し配信も含まれます。ネット視聴は受信料を払っている世帯に新たな負担は生じないが、支払っていない場合は新たな受信契約が必要となります。そもそもテレビを持ってない人はテレビをまあ見ないわけで、 NHK の番組を見る必要性を感じていない人がほとんどなんですね。そういう人に対してなんで負担させようっていうのか理解できません。またテレビを持っていても NHK を見るとは限りません。正直言います、全然おもんないなんでおもんないのに見いひんのに払わなあかんねんって話ですよ。いやほんまに見てる人ならまあ払うべきなんですけど、見てへんのになんで払わなあかんねんと、これ NHK さんすっごいっすよ。ダメ、これ思ったんですけど、 NHK 見たい場合はもう専用のチューナーにつなげて初めて見れるようにしたいんですよ。じゃあみんな納得しますよ。ある意味 NHK 好きな人はもう仕方ないし払うやろし、僕は NHK 専用のチューナーをつけることが一番のベストだと思います。利益が取れるかどうかは NHK さんの番組内容次第と思います。面白くしたらいいんですよ。もっとお笑い番組に力入れなさい。